やってくれてる方のコメントが目立つので、なるべく、そっちの方を多めに読ませていただきます。あ、エナメル114はユーだね。オッケー、ありがとう。そう、インスタってさ、この名前がさ、あの配信、他の配信みたいに名前が出てこないからちょっとね、分かんなくなるけど、あのいっぱいコメントとかもらえると私アカウントもちゃんと認知するので、よかったら、いっぱいコメントもお待ちしてます。はじめまして、で I love you、 Love、 Thank you、 いっぱいね、結構コメントありがとうございます。嬉しいですね。そして、で、あ、質問があったのでちょっとね、読んでいきます。活動再開したら個人撮影の受付はしていますか？ですね、私個人個撮はファンクラブ限定でリクエスト撮影会を受け付けてます。今月も9月の18日までは受付をしてますので、よかったら待ってます。今からでも間に合いますという感じです。普段の撮影会は団体撮影会か、なんだっけ、セッション囲みの撮影です。それだけなんですけども、ファンクラブ限定で個撮、1対1の個撮を受け付けてるので、よかったら、楽しみ、よかったら、予約、依頼お待ちしてますね。ゆういつもツイッターのツイートで癒されてます。それはとても嬉しい。もうツイッターもインスタも、毎日ね、癒されるなとか面白いなと思ってもらえる投稿をね、投稿を心がけてますので、そうやって言ってもらえるとすごく励みになります。ゴン太郎もバッチ購入してくれてる、ありがとう、めっちゃ嬉しい。ゴン太郎ありがとう。そしてたくやくん、トークポート楽しみ、あ、嬉しい。そう、私トークポートをね、基本的に毎週土曜日にやってるんですけど、毎回5枠限定なので、ね、総夏戦です。でなのでね、今回もこの土曜日、明日か、明日の21時からもトークポートがあるんですけども、それは満枠になってます。もし来週の土曜日も今のところやる予定なので、レアちゃんと1対1でゆっくりお話ししてみたいなと思った方は、月曜日にファンクラブの先行予約が始まって、火曜日に一般予約、ツイッターとかストーリーで予約のね URL 載せますので、よかったら、スタンバっててもらえたら嬉しいです。トークポートってなんぞやって方のためになんですけど、トークポートって1対1でビデオ通話もこういう感じです。これの完全に1対1、お顔、私の画面には私が映ってんじゃなくて、そのファンの人が映ってるって感じです。で、顔を映すの恥ずかしいよって方は、顔出さないっていう非表示にする方法もできて、レアちゃんのお顔だけを見るってこともできるので、まあ、そういうのもね、使ってもらえたらと思います。私大体5枠が2分枠、3分枠、5分枠、10分枠、15分枠の5つなんですけども、時間が長くなれば長くなるほど、お得な値段です。基本的に、2分で2000円、まあ、20ポイントが2000円なんですけど、そのくらいで、15分だと140ポイントだから14000円だからね、かなりお得になっております。で、あ、理学療法士やってる方もいる、同業さんありがとう。7万人、体型とかそういうのもともとあって、それに近づけるように普段から筋トレとかねしてるので、なんかそういったね、女性の方にね言ってもらえるのすごく嬉しいです。言う、でもな、自分一眼レフ持ってない、大丈夫かな、リクサスはいくらなんだろう、衣装なのかな、水着なのかな。全然スマホも OK です。結構撮影会によってはスマホダメですって言ってる撮影会もあるけど、基本私の撮影会、例えば団体撮影会とか、あとはリクサスとかの小撮とかは全然スマホ OK で、スマホの方もいっぱいいます。陸撮は今ね、価格改正とかがあるかもしれないけど、今は1時間2万円で、
1話で2枠からの申し込みです。衣装は基本的には私服なんですけども、そのスタッフさんと相談して水着にしたりだとか、まあ、グラビアの撮影とかもできたりはします。うん、こんにちは。だから中国の方とかも来てくれる、嬉しい。こんな可愛くてビグチーでセクシーな看護師さんいいですね。そうやって言ってもらえて嬉しいです。して胸が大きくて何よりウエストが細くて羨ましいです。わー、そうやって言ってもらえて嬉しい。胸ね、私結構もともと胸がね、あんまり結構ダイエットというか絞りすぎ、その筋トレしすぎると胸をねこっそり落としてしまうのがね欠点なので、食べつつ絞りつつっていう感じでやっております。そうやって言ってもらえて嬉しいです。フォロワー7万人おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。声タイプです。嬉しい、ありがとう。はい、はい、普段看護師をしてる桃里レアです。レアチャット呼んでください。インスタのフォロワーさん7万人記念で、インスタライブをしています。はい、もしコメント絶対読まれたいよっていう方がいたら、バッチ機能をぜひやってもらうとすごくコメントが目立って分かりやすいので、ぜひともお願いします。でもし質問があったら質問コーナーの方右下にクエスチョンマークがあるので、それをねやってもらえるとコメントが流れなくて済むので、ぜひお願いします。はい、あとねツイッターでも少しお知らせしたんですけど、9月29日の夜、皆さん誰か来てくれる方いますかね。ちょっとツイッターとかね SNS にはまだ書けないんですけども、ですね、9月の29日水曜日20時からイベント開始で、21時から22時15分が特典会という感じです。ちなみに場所は東京の五反田というところです。内容は今のところですね、ラジオの公開収録です。なのでぜひ来てもらえたら嬉しいです。よく水着のね撮影会とか敷居が高くていけないよって方が多いんですけどっていう声をねよくねいただくんですけども、もう撮影会も全然敷居高くないので来てほしいんですけども、まあ、こうやって会える機会をね最後いただけそうなので、もしよかったらぜひ来てもらえたら嬉しいです。でラジオの収録、公開収録なので、私ねラジプラっていうラジオをね終わっちゃったんですけども、それきっかけでラジオがすごく好きになったので、ぜひともラジオのお仕事またいただけるように、来てもらえたら嬉しいです。チケットも前売りだと安くて、で公開収録って感じなので、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。待ってます。でもね、ちょっと平日だし急なねお知らせだったから行けないよって方もね多いと思うんですけども、ぜひ来てもらえると嬉しいね。時間的にもちょっと遅い時間なので、お仕事調整してきていただけたり、あとお仕事の後にとかね駆けつけてもらえたらとても嬉しいです。それはワクチン接種でブースター接種するようなニュース出ましたが、我らちゃんワクチン接種で副反応強く出ましたか。私はねワクチンねあんまり副反応強く出なかったんですよね実は。まあ、2回目もね熱が出ずって感じだったので、まあ本当腕が痛いぐらいという感じでした。まあでもね休みはちゃんと取ってました、熱出ると思ったから。そう、写真集は質問ちょっと読んでいきます。写真集はデジタル版ですか。はい、エールはデジタルのみになっております。 Amazon の Kindle です。デジタルだからね気軽にゲットしていただけると思います。お家にね残したくないよって方もねぜひあとは活動再開してコロナ禍が落ち着いたら地方とかで撮影会とかしますか。そうですね、
お話はね、実を言うといただいてはいるんですけども、まだちょっと私はまだ難しいかなと思ってます。なんでかっていうと、東京の団体撮影会が埋まるようになったら、名古屋とかね、大阪とか、お話いただいてるので行けたらいいなと思ってます。なのでまずは東京のね、団体撮影会が埋まるように、皆様ぜひ、来てもらえたら嬉しいです。で、エイビスさんもバチ購入ありがとうございます。嬉しいです。ぜひいっぱいコメント待ってますね。いっぱいコメント読みます。で、ひらち、なんとラジオ関連、そう、ラジオなんですよ。ちょっとね、まだ出れるかどうかはまだわからないけども、今のところそんな感じです。もしね、勤務とかね、調整できるようだったらお願いします。マジでここで最後に会える日になります。雑誌とか出る予定ないの？雑誌もね、今年もちょこちょこ出させてもらってました。週刊プレイボーイさん、 EXMAX さん、週刊朝日芸能さん、朝芸シークレットさん出てました。今次もうね、活動休止に入っちゃうので当分ないけども、来年のね、3月あたりには活動再開できると思うので、その時にね、ポンと雑誌出れるように、皆様ぜひ私のツイッターとかインスタグラムとか、バズるようにいいねとかリツイートぜひお願いします。そして、タカさん、バチコにありがとう、嬉しい。いっぱいコメント待ってます。そう、デジタルならね、親にもバレないです。ご家族にもね、バレないので、ぜひともご検討お願いします。レアちゃんラブは嬉しい。レアちゃんの写真、シュアモゾンの Kindle で後で探して買おうかな。ぜひぜひともね、ぜひ読んでほしい。ワンツー両方あるので、ぜひぜひ。看護師も東京離れるので、今の職場は辞めますが、当分、おばあちゃんの介護で、やらない予定だけど、私その秋田に、おじいちゃんが開業した病院がある、開業してるね、病院があるので、そこで働く、お手伝い程度になっちゃうけど、そこでね、落ち着いたらね、お手伝いするのもありかなとは思ってます。コンタロー、レアチならフォロワー10万人も夢じゃない。はい、年内10万人目指してます。頑張るのでぜひお願いします。いいねと保存がね、大事らしい。投稿のさ、右下になんかこういうしおりみたいなマークあるじゃない。保存がね、すごく大事みたい。保存が後で見返しても見たい、後で見返したいくらいいい投稿っていう風にインスタさんがなるみたいで、反応してくれるみたいで、すごくね、おすすめとか乗りやすいらしいんですよ。なのでぜひレアちゃん応援したいぞーって方はいいねと、そしていいね、でも速さも大事みたいで、よかったら通知取ってください。1日1、2回しか投稿はインスタはねしないので、投稿はね、なのでいっぱいね、そのすぐいいねとか保存が大事です。あとコメントもめっちゃ大事なので、コメントもエンゲージメントみたいなのがあって、この投稿に対してどれだけコメント来たかもすごく、最後に会える日になるかもしれないので、この日絶対来てもらえると嬉しいです。待ってます。脇取り、さっきの話、結構長い、結構前の話、脇取り、団体撮影会の脇取りですか。脇取りもはいありですよ、団体撮影会は。レアちゃんの写真使ったオリジナルスマホケース欲しいな。なるほどね、スマホケース、確かになんか受注、そうだね、みんなスマホ、結構スマホによってなんかアンドロイドだったりね、12だったり10だったりとかで形違うから、受注作品とかそういうのはありかもしれないね。水分補給しながら配信してね、ありがとう。水分もね、取りながら配信していきたいと思います。はい、こんばんは、皆様来てくれてありがとうございます。桃里でやっています。あと質問返しも、あと今週末やろうかななんて考えてるので、なんかあったら待ってますね。ね、今日の投稿何にしよっかな。だいたいインスタは
2回投稿するときは18時19時に1回とあと21時22時に1回そんな感じでやってるので、あのレアちゃんそろそろ更新するかなみたいな感じになってもらえたら嬉しいです。インスタってすごくて、なんか何時に自分のフォロワーさんがあのよく見てるかみたいなのがね出るんですよ。それがね一番多いのが18時と21時で、だからねその時間に合わせて投稿してます。結構なんか喋った気がする、喋った気がします。ひらっちトークポートお話ししたいことたくさんなので楽しみです。わー嬉しい、トークポート楽しみにしてます。で信号のジリさんありがとう、バッチ購入嬉しいです、いっぱいコメント待ってます。たのレアちゃん可愛いし癒しボイスだね、嬉しい、ありがとう、そうやって言ってもらえるの嬉しいです。よかったらレアちゃんの声を聞きに29日、29日の公開収録お待ちしてます。この後デジタル写真集買います、あ嬉しいです、ありがとう。2月と4月に出たかなという感じです。ちょっと前に出たやつです。ぜひとも、読んでもらえたら嬉しいです。自分のスマホギャラクシー、ギャラクシーね、どういうスマホケースなんだろうね。なんかね受注生産とかだったらできそうだね。あ、可愛いのでみんなにフォローしてもらうように言ってます、あ嬉しいです、そうやってねつながっていけると嬉しいな。なんかね夜ご飯をね食べるか迷ってます、この時間になっちゃった。皆さん夜ご飯食べたかな。はい、という感じです。30分くらい経ったね。信号のジリスさん一回アイドル時代に会ってます、あ本当ですか、覚えててもらって嬉しいです、ありがとうございます。こうして今も活動してるのでぜひあのこれから見ててもらえると嬉しいです。 Amazon の Kindle でももさとりあ検索したら出てきます。写真集エールです。1と2両方あるのでぜひ。こんぐらいかな出てんの。あと DVD がモモレアスパイスビジュアルさんからモモレアという DVD が1月、今年の1月に発売もしてるのでよかったら、見てください。あとで自分のスマホの写真をレアちゃんのツイッターのツイートに送るね、 ありがとうね。でもねスマホケースはね結構ね難しいと思います。多分ね発売するってなっても多分かなりいろんなグッズとかを発売して、あレアちゃんのグッズたくさん欲しいって言ってくれる人多いねってなったらスマホケースって感じの流れになると思います。あーですね、カレンダーね私でねで作れるようになりたい。カレンダーってねやっぱ選ばれしものだけが発売できるものなので、ね、グラビアカレンダーね出せるようになりたいです、夢です。グラビアカレンダー出せるようになったら、みんなで一緒にお祝いしてほしい、したいですね。シモノジリさんコロナウイルスワクチン来月打つんだ。でも私活動休止にも入るので、最後にあるの9月29日の、ラジオの、20時から22時15分までの、ラジオの公開収録だけになります。ぜひそこで来てもらえたら嬉しいです。ね、カレンダーね出せるようになりたいね。 T シャツとかもねいいなって思うし、 T シャツ
タオル、カレンダー、あとはねそのコスホリとかコミケとかで新作の写真集とかね、手作りでねなんか出せるのも素敵だなと思うので、そういうのもねやっていけたらいいなと思ってます。エグさん、最初作る販売グッズってどんなものが作れるんだろう。大体、作れるものってまずは宿題チェキですね、チェキ、あとはそのグッズのなんかね難しいのってまず在庫が残らないものって感じになります。あとちょっとしか売れないとそれだけないです。そう、本当にちょっとねやばい家なので載せられないんです。だから YouTube をね今ひたすらに取りだめてます。だからねそのおばあちゃんちの配信とかやっぱしたいから、インスタライブとかなんかどっかねこういう本当ここの画角だけとかで撮れるようなとこないかなってね探してます。完全に白壁みたいなね、そういうところとかをねおばあちゃんち行ったら探しますね。秋田のねそう雪とかでね撮った写真とかバズりそうだけども、景色だけで多分ねやばいと思うので、結構もう秋田の、私秋田の小学校一時期通ってたんですけど、秋田のあの時の同級生から連絡が来て、YouTube とかやってたんだね汗みたいな感じの LINE とか来て、なんかそう、あ、意外とバレてるからマジで撮れないやばいです本当に。ちょっとねそういうのねやっぱまだね、やっぱ都会はね、都市線東京とかだったらね結構そういうことやってる子多いんだけど、まず自撮りしてる子がね全然いないのね秋田ね。私もね一時的に住まわせてもらうような立場だから、ちょっと気をつけながら生活したいと思います。まあ半年ぐらいだしね、まあ、完全に住んだりしたらもう私のテリトリーみたいな感じでね、もう自撮りとかしまくる、自撮りとかね撮影とかしまくるんですけど、そういうのができないんですよ。はい、という感じです。そういうねちょっとねマジでやばい事情があるんですよね。秋田弁ね、私秋田弁全然ないので、本当秋田弁がね余計ないから余計ねなんか東京の子だべなみたいな感じになって、ちょっとねちょっと言いづらいんだよね。あ、でも本当まあおじいちゃんおばあちゃんのおかげでかなり可愛がっていただけてるので、秋田のね人にはね、だからそこだけ あやかっていきたいと思います。いのちゃん、秋田はね本当いいとこですよ。秋田いいとこです。そう、秋田ぜひ皆さん来てください。本当にご飯も美味しいし、そう私たちのためにストックしてくれてるの嬉しい。そう、めっちゃストックしてます。もうねやっぱねカフェとかのね投稿とかねやっぱ好きだから、ひたすらねカフェ行きまくってますよ今ご飯とか友達にお願いして撮ってもらってます。ひろち、そうすぐ特定されると思う、マジやばい。おじいちゃんとかね多分ね結構雑誌とかね載ってたからね、そうやばいと思います。大曲の花火大会、秋田大曲の花火大会があります。行ったことありますか。ちっちゃい頃にね行ったことあるはずなんだけど、あ、全然記憶にないです。記憶にあるのは青森のねぷた祭り、ねぶたじゃなくてねぷたの方ですね。立体的なやつがねぶたで、ちょっとうちわみたいな形してるやつがねぷた祭りですね。あれはねおじいちゃんたちが連れてってくれた記憶あります。で一時期そのねぷた祭りのなんか公式パンフレットなんかもらって。でなんかひたすらなんか昔私絵描くのが大好きだったので、ひたすらなんかそれ描いてましたね。日本のなんか着物着たお姉さんとか、ちょっと怖い顔したお姉さん、ちょっと鬼っぽい感じのね絵とかひたすらねなんか見て描いてましたね。何やってね、そんな感じです。あと関東祭りはありますね。関東祭りってなんかこんなめっちゃ太い竿、関
灯ってあの竿に、灯台にあの明かり、明かりですね、でなんですけども、もうなんか提灯いっぱいついてて、それを手でこうやって持ったりとか、青葉にこうやって乗せたりとか、あのそういうお祭りがあるんですよ。関東祭りはねありますよ。ほんだろう、秋田の町レアちゃんほどの可愛い子とすれ違ったら三度見するよね。いや秋田はねやっぱ可愛い子多いですよ。秋田ってね肌白い子やっぱ多いです。みんな肌綺麗だった。小学校の時に秋田通ってたんだけど、もうみんなね肌すごく綺麗だったなって覚えてます。ひろちゃん秋田旅行行きたいな、ぜひね秋田ね旅行に来てほしい。コンタロー青森で待ってます、待ってて。ひろさん関東ありますね。そう関東祭り、関東祭りねすごくね楽しかったですよ。まあ今ね、まあ、コロナでね多分どこもね祭りねやってないと思うから行けないだろうけど、まあ、ひっそりと秋田で過ごしたいと思います。動いてる方が可愛いですか？よく言われますけども、あ、めっちゃ嬉しいですYouTube もやってるのでよかったら動いてる桃里亜見てください。あ、秋田の方来てくれてる。おー嬉しい。ねぷた祭りね、ねぷた祭りね、私もほんとちっちゃい時に一回行ったきりですけど覚えてますよちゃんと。秋田の方、はい、ということで私10月の頭ぐらいからかな秋田入りになると思うので、ぜひ秋田の皆様よろしくお願いします。本当にあの何も秋田のね何もないところに、住むんですけど、まあでも SNS とおばあちゃんがいるので、楽しく過ごしたいと思います。あ、看護師さんの方が来てくれてる、嬉しいですね。一緒に頑張りましょう。ひろっちん、推しがいる土地に旅行行ったらストーカーになりませんか？いいんじゃない？場所はね、わかんないだろうし、いいと思うよ。秋田ぜひぜひ。よかったらツイッターとかでもね、ツイッターとかインスタとかで書いて。そう、私あのインスタね、みんなさ、インスタってあんまり、インスタよりツイッターだよね。私もね、結構あのツイッターだったんですけど、最近ね、インスタのストーリーとかもね、やってるので、あの全然メンションとかしてもらえたら、あ、いいなと思った投稿とか私もストーリーで共有するので、よかったら、例えばね雑誌買いましたとかね、あの DVD 買いました、写真集ゲットしましたみたいなのあったら、ツイッターでもちろん書いてくれたら、もちろんツイッターでお礼するし、インスタでもお礼するのでストーリー載せてください。あ、エミさん YouTube ぜひ見てください。今ねあの最近元々の 本チャンネルがあるんですけど、あと今ね、自分で、撮影して自分で編集して自分で投稿しようと思ってサブチャンネルをね、桃里亜の日常っていう名前でやってるので、よかったらそっち見てください。で今ねじわじわなんかねショート動画で載せたね動画がなんかバズってて2万回再生とかかななってて、でチャンネル登録者数もねじわじわと伸びてきてるので、ある程度ねチャンネル登録者数にいったら動画のね投稿も始めていこうと思って、今動画取りだめてるところなので、よかったらチャンネル登録お願いします。あ、ねぷたもねぷたも両方ありますよ。でりあちゃんやっぱ可愛い、ありがとう、嬉しいです。あたのりあちゃんの声聞けてよかった、これから夜勤なので離脱します。夜勤頑張れあちゃ、夜勤頑張れあちゃはいとー。え、今度はインスタ基本放置してます。インスタストーリーをね最近ねよく載せてる、なんか食べてるもの、食べたものとかよく載せてるので、なんかそっち、なんか結構私生活感があるので、よかったらインスタ見てください。ひろちインスタでメンションしていくはずはなかったけど、ありね、え、ぜひ待ってます。いや、まあ結構インスタの方が、ツイッターは2万人だけど、インスタだと7万人ね、フォロワーがいて、それだけね、あの毎回見てる人も多いので、ぜひあのインスタのストーリーでもぜひ皆さん、あのレアちゃんの投稿とかね、あの宣伝してもらえたりとかしたら嬉しいです。おインスタグラムいつも拝見させていただいてます。こちらこそ見てくれてありがとうございます。ツイッターよく見てます、ありがとう。ツイッター、インスタ、TikTok、YouTube
がねメインのアカウントなのでぜひ見てください。そろそろ10時になるのでそろそろ、配信をおしまいにしたいと思います。ちょっとね締めの挨拶で告知もさせてください。桃里レアです。レアちゃんって呼んでください。普段看護師してます。インスタライブまたやるので見に来てください。9月29日に、東京の五反田で20時から公開収録開始で21時から22時15分が、特典会の予定なのでぜひ来てもらえたら嬉しいです。ちなみに私服のラジオの公開収録なので、もし水着はねちょ水着のイベントちょっとね大変ちょっと行きにくいなって人とかぜひね来てもらえたら嬉しいです。確かね前売りで当日だと3500円とかで前売りだと、チケット3000円とかでチェキもねその日1000円で取れるんですよ。普段チェキ私2000円なのでその日1000円で取れます。ぜひぜひこの機会に来てもらえたら嬉しいです。はい。でラジオね私普段ねあのラジプラっていうライブラジオでねラジオがすごく好きになったのでラジオの仕事またもらえるね第一歩になってくると思うのでぜひとも、ラジオの公開収録来てもらえたら嬉しいです。ヒグさんお疲れ様、週末年始ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、という感じです。今日の配信はインスタのフォロワー7万人ありがとうの、配信でした。ぜひともぜひとも、これからもインスタをね見ててもらえると嬉しいです。インスタをねぜひ応援レアちゃんのインスタを応援したいよって方はぜひとも、インスタの、投稿を結構早あの割と早い時間投稿してすぐの時間だとめちゃ嬉しいです。なので1日 1,2 回ぐらいしか投稿しないのでよかったら通知つけてもらえると嬉しい。投稿に対していいねコメント保存の3点セットで、インスタ伸びやすくなるのでぜひお願いします。インスタね、目指せ年内10万人なのでぜひ、これからもフォローしてみてもらえると嬉しいです。では、そろそろ配信をおしまいにしたいと思います。コンタロラジオのお仕事嬉しいね。コンタロもしよかったらこの日青森から、来てもらえるとめっちゃ嬉しいです。お願いします。はい、ではインスタライブおしまいにします。またね、またきっとやります。バイバイ、お疲れやちゃん。9月29日あげといてください。またね、おやすみなさい。